どうも、原作者の車田です。昨日無事に5年間書き続けましたセイントセイヤハーレー戦が終了しました。長い間応援してくださったみんなにここでお礼を言います。ありがとうございました。始まってわずか半年ばかりでアニメ化の話が来ました。その当時まだそれほど構成や先の展望は定まっていなかったことがかなり多かったのですが、アニメ化になることによってアニメの方たちといろいろ話をしたり、いろいろ先のことを考えたり、アニメとはまさしく二人三脚で来たような気がします。漫画の弱点というものは音がないということです。それをアニメでは感動的な音楽と迫力ある擬音、そして声優さんたちの熱演で大幅に作品自体が膨らみました。膨らんだといえば、せいや漫画というものは大体日本国内にとどまっていたものですが、アニメ化されたことによりましてヨーロッパの方にまでこれが放映されました。フランスでもかなり人気が高くて、テレビシリーズがポセイドン編が終了したそうです。そして続きはどうなっているのか、フランスの子供たちもものすごく楽しみにしているということでした。日本でもテレビシリーズが終了した直後からいろいろお便りをいただいております。ハーデッセンもアニメ化なることも近いと思いますので、どうか楽しみにしていてください。このセイントセイヤってのはヒット的にもビッグなものになりましたが、いろんな意味で忘れられない作品になりました。漫画は週刊誌ですから毎週毎週締め切りに追われて寝られない日もかなりおります。そういうことを日夜助けてくれているスタッフがおりますので、今から仕事場を見ていただくとともにそれらの人たちを紹介したいと思います。それでは毎週の締め切り時刻にもめげず日夜コスモを燃やし続けて作品を手伝ってくれている車田プロダクションのスタッフを紹介します。彼が山口正史です。主にバックの車線ホワイトの効果を担当しております。次が谷村健一君です。彼はベタと主に仕上げスクリーントーンなどを担当しております。次の彼が池田茂明君です。彼もベタホワイト枠線などを担当しております。次の彼が町田梅原君です。本当は彼はうちのスタッフではなく少年ジャンプの編集員であります。しかし、締め切りに追われている時は影のアシスタントとなってベタやホワイトを手伝ってくれています。次の彼が中田昌司君です。彼こそセイントセイヤに欠くことはできない幾多のクロスを考案してくれた大変な人であります。次の彼が梶明君です。彼は、ポセイドン神殿やサンクチャリその他の背景を書いてくれました。随分来たな。来ますね。これ一部なんですね。どのぐらい来たんだって？そのぐらい来た。結構来てるみたいな。うまい子多い。どうしたいの？